スコットランドの花は、スコットランドの非公式な国歌として、今日、広く認められている歌である。スコットランド代表が出場するラグビーやサッカーの、国際試合でしばしば歌われ、日本語では、フラワー・オブ・スコットランドとも呼ばれる。スコットランドのフォークグループ、ザ・コリーズのロイ・ウィリアムソンによって、スコットランドの花は作られた。グループのメンバーだったロニー・ブラウンの階層によれば、 ウィリアムソンは1960年代中頃に、これを制作、1967年に BBC の番組内で演奏、発表した。その歌詞は、1314年のバノック・バーンの戦いを題材にしている。この戦いで、ロバート1世率いるスコットランド軍は劣勢にも、かかわらず、エドワード2世率いるイングランド軍に勝利し、イングランドからの独立を勝ち取った。 タイトルともなっている、スコットランドの花とは、スコットランドの国家であるアザミを指している。夜の闇に紛れて、スコットランドを攻撃しようと裸足で身を潜めていたバイキングたちが、アザミの棘を踏み、その痛さに思わず声を上げたことによって、スコットランドの人々が侵略の危険を察知した、という言い伝えがある。紋章の衣装としての、スコットランドのアザミの花コモンウェルスの連邦家としては、 女王陛下万歳が定められているが、この曲は同時にイングランドの国歌としても広く認められている。しかし、スコットランド人にとって女王陛下万歳をスコットランドの国歌として歌うことは彼らの民族感情と真っ向から対立する行為であったについて歌われている。このような事情からスコットランドの花がスコットランドの国歌として受け入れられる素地が十分にあったと言える。 1974年、ザ・コリーズはスコットランドの花をシングルカットした。同年、ラグビーの全英合同チームであるライオンズの南アフリカ遠征に参加した、あるスコットランド人選手がチームメイトとこの曲を歌い、その映像がイギリスのテレビで放送された。この南アフリカ遠征でライオンズは圧勝し、その記憶とともに、この スコットランドの花もラグビーファンの間に広まった。今日でもスコットランド代表のチーム参加として歌われている。サッカーの試合でも1993年よりスコットランドの花が歌われるようになり、1997年には公式の参加と定められた。スコットランドの花の歌詞に含まれる、エドワード王の軍にこうしこれを本国に追い返す。 という下りが反イングランド的であるという批判もしばしばなされている。そのような批判も含めてスコットランドの国家については政治の場でも議論されているが未だ結論は出ていない。もっともスコットランドの国家に準じるものとして他にもいくつか楽曲がある中で2006年にいろいろあるスコティッシュ管弦楽団が行った最新のインターネット調査によれば勇敢なるスコットランドや ハイランドカテドラル、エーマンズ・エーマン・フォー・エーザット、スコッツはハイを抑え、スコットランドの花は、最も多くの支持を集めている。2012年ドンドンオリンピックの開会式でも、スコットランドの歌として、エジンバラ城での少年合唱団による歌唱の映像が流された。ロニー・ブラウン、2007ズザ the 40th アニバーサリーオブザライティングオブフラワーオブスコットランド。 2010年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年2月27日閲覧 scotsman.com スコットランド S ナショナルアンセム2007年2月27日閲覧ザ・ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルオーケストラ・ザ・レス c のナショナルアンセムポールウィナー2009年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ 2007年2月13日閲覧、ありがとうございます。